ハイボールとそのレモンサワーが99円。今日はね、倉敷駅にやってきました。このね、明るい時間帯から倉敷駅に、来るのはね、ほぼ初めてに近いかなと思うんですけど、まあこうやって見てる中で、なんか居酒屋さんがあるんですよね。で、まあ今回ね、初めての試みなんですけど、この倉敷駅前の居酒屋さんにね、ちょっと足を運んでみようかなと思います。時刻はね、5時前なんですけど、もうそろそろね、お店が、始まるのかなと思うんですけど、ちょっとね、歩いて、探してみようかなと思います。結構ね、お手頃な価格の、飲食店がね、あるんですけど、まあ、前回ね、この辺も歩いたんですけど、今回はちょっとあの辺に行ってみようかな。この倉敷一番街ということで、まあ、昔はね、結構ね、栄えた、商店街だったんですけど、もう今はね、ちょっとだいぶね、変わって、解体とかそういうのもなく、形になったりしてるような場所なんですけど、今日はね、ここにね、ちょっと潜入してみようかなということで、まあ、情報によれば結構ね、いい感じの、お店があるということで、ちょっと行ってきます。結構ね、居酒屋さん多いですね。昔は飲食店はそんなになかったようなイメージがあるんですけど、なんか結構ね、おしゃれなお店が増えてきてます。もともとこのエリア、周辺エリアなんですけど、川西遊郭っていうお遊び場が昔あったんですよね。で、まあそれがなくなってなんですかね。まあでももともと栄えてたということで。はい、というわけで今回は
ちらのお店にねお邪魔、しようかなと思います。もう創業がね40年以上、なる、老舗ということで年齢層も幅広いということで、まあ、この倉敷駅前の店舗じゃなくて、チェーン店らしいんで、ちょっとねこれ楽しみということで、またあとそのハイボールとそのレモンサワーが99円、ということでちょっとねこの味も確かめてみたいなと思いますね。安いからどうなんだっていうねちょっとはっきりとね、チェックしようかなと思います。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。よし、しめ鯖寿司で、酒のあて3点盛りで、はい、というわけでハイボールが来ました。99円、どうしてですはい、というわけで三種盛りということで、レモンチューハイ、今日はね初の倉敷のみということで、
お会計が1776円ということで、その飯に関しては結構ね美味しかったということで、まあ、その99円のそのドリンクハイボール、チューハイですね、レモンチューハイなんですけど、やはりまあ99円ということで、かなり経費削減というか、強炭酸っていうわけじゃなくて、そんなに炭酸も強いわけじゃなくて、でレモンチューハイは甘くはないんですよね、全然。ただなんか酸っぱいなというような感じで、まあ飲みたい、酒酔いたいなという人はすごいいいかなと思います。お客さんもなんか他に若いカップルがインスタ見てきたんですけどっていう、子もなんか飲んでからあれみたいな、なんかみたいな感じなんですよね。ちょっと味がちょっと違うなというか、いつもの味ではないんですよ。ただその99円っていうことで、やはりそのそれなりの、質クオリティなのかなと思います。でも飯はめっちゃうまいです。締めサバというか、そのサバ寿司とか、ちゃんじゃとかの三種盛りとかね。で、まあなんかグラタンとかいろいろ頼んでるお客さんいたんですけど、美味しい言ってたんで、まあ多分、まあ一つのネタで、99円ということになっていると思います。はい、というわけで、まあ酔いたい人はぜひね、行ってみてください。はい、それではまた、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。